アカデミア・フィラルモニカの本部があるパラッツォ・カラッティ。アカデミア・フィラルモニカ・ディ・ボローニャは、イタリアのボローニャにある音楽機関。1666年に、ヴィンェンソ・マリア・カラーティにより、音楽家の団体として創設され、1721年の段階で、会員は300人を超えていた。著名な会員として、序盤にパオロ・コロンナ、ジャコノ・アントニオ・ペルティ、アルカンジェロ・コレリ、 ジョバンニ・マルティーニ、ファリネリ、アンドレ・エルネスト・モデスト・グレトリ、マクシム・ベレゾフスキー、ヨゼフ・ミスリベチェクなどがおり、1770年には、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが入会を認められた。19世紀から20世紀にかけては、ジョアキーノ、ロッシーニ、ジュゼッペ・ベルディ、アッディ・ゴ・ボイト、ジャコモ・プッチーニ、リハルト・ワーグナー、ジュール・マスネ、カミー・ユ・サン・サーンス。 ジョン・フィールド、ヨハネス・ブラームス、フランツ・リスト、アントニルビン・ビニシテイン、フェルチョ、ブゾーニ、オットリーノ・レスピーギラが会員であった。1804年、アカデミーのもとに音楽学校が創設された。また、マルティーニの没後、その蔵書をもとに図書館が設立されたが、1959年には音楽博物館も併設された。現在アカデミア・フィラルモニカは、 コンサート、講演会、展示会などの活動を行っている。ありがとうございます。